メリークリスマス、ホットひときてチャンネル、いつもありがとうございます。さて今回ですね、今メリークリスマスと言いますけど、クリスマスまであと1週間ですね。もういよいよ年末も迫ってきたっていう感じなんですけども、そんな中ですね、リクエストいただいたのがバックナンバーのクリスマスソングなんですね。これをですね、もうめちゃくちゃ難しい、もう覚えても覚えても歌えなくて、でもキー調整とかも何回もやって、どれが一番いいのかなとか思いながらですねやったんですけども、まあ難しいですね。普段やっぱ演歌ばかり、演歌歌謡曲がほとんどなので、こういった違ったその、まあ、J-POP っていうかね、そういった感じの曲ってやっぱこう声の使い方は違うのかな、なんとなくね、ブレスとかもちょっと違ってくるし、まあ、そういった感じで、でもなんとか頑張って歌いました。リクエストありがとうございます。ということでメリークリスマスという気分のこの時期なので、ね、リクエスト曲を歌ってみました。クリスマスソング聴いてください。らしくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう。せいやだなんだと繰り返す歌と、わざとらしくきらめく街のせいから、会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、君のことどう思うか教えようとしてる。いいよそんなこと自分でわかってるよ。サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。できれば横にいて欲しくて、どこにもいて欲しくなくて、僕のことだけをずっと考えていて欲しい。でもこんな言葉を伝えたら過去も悪いし、長くなるだけだからまとめるよ。君が好きだ。しゃぐ恋人たちはトナカイの角なんか生やして、よく人前でできるな、いや羨ましくなんてないけど、君が喜ぶプレゼントってなんだろう、僕だけがあげられるものってなんだろう。大好きだと言った返事が思ってたのとは違っても、それだけで嫌いになんてなれやしないから、欲しい以外もなんてさ柄じゃないけど、結局君じゃないと嫌なんだって見上げてるんだ。あの時君に出会ってただそれだけで、自分も知らなかった自分が次から次に
道を持ってて、それを君にしてほしくて、すれ違う人の身に君を探してる。こんな日は他の誰かと笑ってるから、胸の奥の奥が苦しくなる。できれば横にいてほしくて、どこにもいてほしくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。やっぱりこんなこと伝えたら格好悪いし、長くなるだけだからまとめるよ、君が好きだ。聞こえるまで何度だって言うよ、君が好きだ。はい、ということで、まあ、こんな感じの仕上がりでしたけども、いかがでしたでしょうか。これでもね、一生懸命頑張りました。もうね、何回練習したかとか、もう正直なところ最初の頃なんてわーっていう感じ、もうなんでできないんだろうみたいな感じのね、テンションでやったんですけど、こんだけ苦労したのってこと、初めてでしたね。もう本当に、でもなんとかですね、ここぐらいまで、なんとかね、これ以上時間が経つともうクリスマス過ぎてしまうので、まあ、このぐらいの仕上がりですけども、いただけましたでしょうか。ありがとうございます。ということで、これからね、また寒くなりますけども、皆さんお体に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ではまた次回、指ハートでお別れです。いいですか。メリークリスマス、指ハート、ありがとうございます。